勉強に関する褒めっていうのは親が一番効果あるよ。先生、はい、何ですか。中学生のこれは褒めた方がいい行動ベスト3。褒めた方がいい行動って言った時に、めちゃくちゃ頑張って何かを成し遂げた瞬間、これはもう大人が認めてあげるべきだと個人的には思います。それをね、いくつかちょっと紹介していきます。第3位、自分にとって好きなことで結果を出した時。これ例えば部活動に所属してます、それでもう何か結果を出した時、言いたくて言いたくてしょうがないんだよね。その時に何、あ、よかったね、よかったね、これで子供満足するかって話なのよ。好きなことで結果が出た時、よし、よくできたねってしっかり褒めてあげると、それはもうずっと伸びていくので、だからまあそうやってやってあげるのがいいんじゃないかなと思います。続いて第2位ですね。嫌なことでもやりきった時。これ何でもいいんですよ。例えば学校の宿題にしろ、何か英単語を覚えなきゃいけないにしろ、結局勉強をするときにね、誰のために勉強するんだっていうと、もちろん自分のためなのよ。自分のためなんだけど、この人に何か言ってもらえるから頑張ろうとか、この人に褒めてもらいたいから頑張ろうっていうのももちろんあると思うのよ、心の中に。まあそういう風なことっていうのはたくさん増やしてあげて、そしたら嫌なことでも頑張る癖も身につくよね。そういうところができたらしっかり褒めてあげるっていうところが大事じゃないかなと思います。続いて第1位ですね。授業中とかこう取り掛かっている時なんだけれども、全く分からなかったものが自分が考えることによって何か答えが導き出した時、これはめちゃくちゃ褒めてあげてください。これどういうことかっていうと、例えば数学の難しい問題、自分の答えが間違ってるかもしれないっていうと、やっぱ不安で言いたくないってなるんだよね。自分の持ってた考えっていうのは合ってても間違ってても、ちゃんと発言してくれた時ってめっちゃ勇気いるのよ。これみんなわかるよね、多分中学生のみんなはね、もう自分の答え間違ってるかもしれない、でも言ってみた、合ってた、めっちゃ気持ちくれ、これめっちゃ気持ちいいと思うよ。その時に、あったね、よし、ナイス、流されてみ、ちょい、私頑張ったよってなるよね。そこをしっかりと拾ってあげる。自分が勇気を出してそれが認められた、合ってても間違ってても、それはすごく嬉しいポイントだから、そこはやってあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。ついでなんだけど、勉強に関する褒めっていうのは親が一番効果あるよ。これは塾の先生でもなく、好きな人でもなく、親に言われるのがいっちゃいいから。もしこの動画を見てるね、お父さんお母さんがいたら、ぜひね、勉強にこと、関してことだけは、悪口は言わない。もっとやれなんて言わない。よくできたね。これだけでいい。あとは塾の先生が、やれって言うから。そうだ、そういうところも合わせて大事なんじゃないかなと思いますね、俺は。